ここが本土最南端、佐多岬です。イノシシがいますね。それではこれからは帰りモード、帰宅モードで行きたいと思います。おはようございます。昨日はもう少し家の方に近づきたかったんですが、あまりにも疲れが溜まっていて運転に支障をきたしたため、近くにあった道の駅、竹原さんで仮眠させていただきました。そしてそちらの道の駅の朝うどんを食べて今現在運転しています。気をつけて前に進んでいこうと思います。ただいま岡山県何市ですか？笠岡市。岡山県笠岡市を走っています。もうちょっと東へと進んでいきたいと思います。それでは車をイオンに止めて岡山市街の街を歩いてます。やってきたのは食堂大和さんです。味があるカツ丼のちっちゃいやつです。タリーズでお茶してます。帰りも下道だけで帰ろうと思います。でもここは自動車専用道路なんで高速みたいですね。ただいま駅で登った岡山県は和気町にある和気アルプス付近の国道を通っています。左には和気アルプス、登った山々が見えてると思うんですけど、ちょっと画面上では映らないですね。兵庫県入りました。道の駅みき、お邪魔します。道の駅みきて到着しました。道の駅みきということなのでみき一番いただきます。こちらやってきたのはフレッシュバザールさんです。スーパーマーケットですね。道の駅みきさん、お世話になりました。ありがとうございます。そして今から山に登りに行きたいと思います。今日登る山は小野アルプスですね。ここから登山口までは20分弱で行くと思うんで結構近いですね。そろそろ登山口のユピカ温泉に到着しそうですね。こちらですね、ユピカ右のようです。白雲谷温泉ユピカ、ユピカの駐車場に到着しました。よいしょ。それでは準備ができたので歩いていきたいと思います。お留守番よろしくです。なんか書いてある道、まあ、ここが一番の見せ場みたいですね。こんな感じ。温泉ユピカの駐車場の脇に登山口があるのでここから登っていきます。楽しみだな、このアルプス。左と右のルートがあるんですが、ここを左に行ってしまうと高山を巻いてしまうことになるので右のルートから歩いていこうと思います。このアルプスは日本一低いアルプスってことで有名らしいんですよね。7つか8つの山を越えていくんですが、どれも200メートル弱の山ばかりなのでそこまでハードではないと思いますが、一応危険な箇所もあるようなので注意して歩いていきたいと思います。高山 127.1m 到着しました。高山の頂上は展望広場となっていますが、
残念ですが、ちょっと今日は霞んでてあまり景色が見えませんが、それでも気持ちいいですね。紅山鴨池方面向かっていきたいと思います。ここがスタートユピカ、さっき言ったのが高山ですね。ぐーっと来て今度は前山みたいですね。プンさん行っちゃいましたね。前山までは結構急登で、ここはきついですね。前山135.8メートルです。それでは小野アルプスの縦走路続いて歩いていきましょう。あたご山154.2メートルです。一つ山を登るとまたぐーっと下っていく感じですね。それの連続という感じです。あざめ峠に出てきました。ここは一般道を歩くのかな、一般道を多少歩くみたいですね。舗装路50メートルほど進むとまた登山口が右に現れて、こちら入っていきます。紅山鴨池方面ですね。その前に宗山があります。こちら紅山アンテナ山宗山、そして小野アルプスの最高峰 168.4m の宗山到着しました。疲れました。それでは次のアンテナ山に向けて歩いていきましょう。あれ、ここに宗山山頂へ 0.7700m って書いてあるんですけど、先ほど僕宗山あそこが最高峰って言ったんですけど、あの宗って字はトータルの方の層でしたよね。もしかしたらこっちの層、こっちの層山の方が最高峰な気がしてきましたね。ちょっとさっきの標高確か168メートルぐらいだったので、ちょっとこの後見ていこうと思います。アンテナ山の手前ですが景色が良くなってきましたね。そして先ほどいたトータルの方の層山ですね。こちらアンテナありますね。ということはここアンテナ山ですね、きっと。今兵庫県を歩いてるんだとこれを見て実感しました。そしてアンテナ山到着しました。171メートル、ということはこの時点で先ほどの宗山より標高が高いんで、これから行く宗山の方が標高が高い、そこが最高峰ということですね。間違えました、すいません。次に行くのが最高峰の宗山です。そして宗山ですね、到着しました。 198.9m なんで、やはりこちらが最高峰、小野富士と書いてありますね。日本一低い小野アルプスですね。展望デッキがなんか右にあるんですね。紅山鴨池方面行く前にちょっと展望デッキ行ってみたいと思います。虫が多いシーズンになってきて顔に虫が。今は展望デッキ向かってます。小野アルプス宗山からの近くの展望デッキですね。ここが展望デッキのようですね。高速が見えてますね。その向こうはダムなんだろうか。あとあそこに萩山なのかな。今日のランチは豚麺。宗山戻ってきました。今度は紅山ですね。今歩いている右に見えるあの山が紅山ですね。ここから右に曲がって登っていく形になります。紅山岩山登り口、ここを入っていくと紅山に行けるようですね。そしてやっ
ってきました。紅山に登るこのルートですね。登られてる方はいますが、あの上の方は降りてくるのかな。この道お子様も登ってますね。気をつけて登ってください。女の子と男の子が兄弟なのかな。いやーちょっと紅山怖そうだな。こちらに迂回コースあるって書いてあるんですけどね。ちょっと どうなんでしょうね。あの子たちも登ってるから私も登れんのかな。ちょっと怖いな。まずはプン山家切り込み隊長プンさんが登り始めました。大丈夫なんですかね。いやちょっとまだ登りがきつくないんでそこまで怖くないですけど、あの子たちも座ってるからもうなんかよじ登ってるって感じですよね。子供たち四つん這いになって。いやー私あそこら辺とか、あと上からお兄さん降りてきてるけど、あそこら辺とか怖そうだよな。動画も私はこちらの方で止めて登るのに専念したいと思います。プンさん中腹まで来ましたね。そろそろ手をついていかないと登れない状況みたいですね。そろそろ登っていきたいと思います。ビビりながらも一歩一歩前に進んでいますね。すごいです。頑張ってますね。振り返ると結構な勾配があります。ここを下ってる方もかなり大変そうでした。怖かった。おじさんスタスタ来るけど、私もうこんな登山したくない。すごい怖かった。私お力くもうこんなとこ登りたくない。もういや。プンさんはこの急登を登り切りましたが、ここで迂回ルート離脱するそうです。プンさんが怖がるのも分かりますね。一番でもきついところは今越えたんで、直通でそのままプンさんも頑張ればいけると思うんですけど、でもそういう時は無理せず迂回した方がいいですよね。さっきのお兄さんが手振ってくれてます。紅山182メートル到着しました。私今回いろいろアルプス登ってきましたが、一番怖くて辛かった。そんな怖くないよって言われてきてたのでびっくり。嘘つきおじさん。綺麗だけど怖すぎた。三角亭コーヒー飲みます。コーヒーじゃないらしいです。あ、どうもすいませんでした。すれ違ったところ一番あの3メートルか5メートルぐらい、あっこが一番きついところでしたね。きつかったですね。立てないですね。どこスタートですか。ゆぴか、はい、あそこから車で。そうですそうです、はい、あんまり歩かかったでしょ。でもそうですね、ここまで結構ありました。はい、どうもありがとうございました。お気をつけて。お茶もしたのでそろそろ帰ろうかと思いますが、いやーほんといいとこですね。じゃあ紅山出発します。パワースポット夫婦岩10分。途中のルートでさっき登った紅山の途中のルートでさっき登った紅山のこの直通ルートが眺められるんですね。楽しいな。こちらが夫婦岩ですね。え、西紅山。この辺りは岩山みたいなんですけど、三角点らしきものがあるんですが、岩山の表示がないんですけど、宮山 147.9m です。イエーイ。南の山 116.8m です。イエーイ。オナルプス全山縦走できました。しばらく舗装路歩きです。これが辛いな。やっと下山してきました。
現在地ここですね。先ほどのベニヤは大変だった。もうやだ。アルプスの中で低山を歩くということで、アルプスの中でも一番の低山のアルプス。とっても車っぽいな。アルプスの中で、アルプスの中で、私はもう怖くて怖くて、もう頂上登ったらちょっと足がクガクってなっちゃってたんで、今日は温泉が待ってるんで、それぐらいが私の生きがいです。今は鴨池に来ました。登ってきた小野アルプスの稜線が綺麗に見えますね。それではユピカ向けて頑張って歩いていきます。あと800メートルです。ユピカ、私のユピカ待ってておくれ。帰りは高山には登らず、巻いてユピカ小川のアルプス縦走コースゴールです。お疲れ様でした。温泉温泉戻ってきました。それでは早速お風呂の準備したいと思います。ちょっと今日は登山とお風呂で遅くなったので、昨日泊まった道の駅ミキさん、またミキティにお世話になります。おはようございます。パソコンのバッテリーがなくなってしまいました。どっかで電源確保しないと。三木市は山田錦が有名ということで、山田錦バーム一ついただこうと思います。本日はあいにくの雨でしたが、こちらの道の駅 スタートしていきたいと思います。道の駅ミキティありがとう。また2日間もお世話になりました。ありがとうございました。